これは、いぶき、あ、ヨカさんのチュンリーですね。さあ、いぶきまこと。さあ、区内に正解が？さあ、とりあえずカスミで一回削って、まだ砲翼は溜まってない。そうですね。ゲージ、付き合うとゲージ溜めづらい気もするっすけどね。あ、ブロ投げ、ダッシュ投げ？ジャンプコバ、ジャンプコバで逃げていく。地上戦をやるとさすがにチュンリーに分がある。だからスカリにダイヤしてあげた馬ある。さあ垂直を、あーっとそれはなんで食らったのか分かんないけど、投げを押して食らったのかな。ああ、さあ八景埋め、さあブロって投げて、さあこれはあとなんか外れやすいですね。中にうわ、逆にこっちは7割ぐらい減ってます。おっとこれはでかい。さあゆぶきは何、おっと前中継、なるほど。砲翼があるんで地上戦はいつでも死ねる。ああ死にましたね。なんとなくやりたくなくなった。さあ出てきたのは児玉さんもいぶき。おっと、区内ごと台形で潰していく。なるほど。あ、それはどういう読みなんですかね。ジャンプ台パンだと負けるのかな。さあ、いぶきは上から行きたいが、体力利用してるのはチュンリーなんで、ちょっと、攻めがむずいっすね。さあ、投げを食らってしまうと、ゲージがどんどん増えていく。さあ端まで行って、そうですね、ヨカさんやっぱ最近ちゃんと逃げるようになってきたんで偉いですね。まあ、逃げるのが偉いって変な表現ですけど、まあ端さえ投げりゃ大体死なないでしょう。さあ打撃を打つと半分コース、うまい。さあ金田家刺さったが追い打ちは難しかった。これはあるぞ。おっとこれはうまいですね。ユーリフレーム取ってな、歩いて投げ誘ってテイクガスにうまいですね。さあただ最大最強衛星が2つ光っている。そうですね、もう息吹はずっと逃げ回りながら戦うしかないですよね。さあでかい、なるほど、前台系PK、 あと撹乱していく。スラタイク。さあ、これはでかいっすね。ああ、いい逃げ。追従越えで逃げて、下がって、
あっとなんか奇襲に出たが当たらず、おっと危ないぞ。さあそうですね、上で撹乱したいですね。さあ勝ったな子供さん、やっぱさすが湯吹き使いですよ。さあ再び羊羹さん対小玉さん。おっと読まれていて最大。惜しい。中盤、なるほど、遠大系フルっすね。あーなるほど、垂直防止なんすかね。さあリポが決まって勝ったな、よかさん。